美容とは、体や容姿を理想的な、美しさに近づけるために行われる試みや、行為である。美容に含まれる範囲には化粧や、ヘアスタイリングなどのファッションとしての外見操作から、アンチエイジングや、美容整形といったヘルスケアやウェルネスの領域にまで、及ぶ。競技には、美容師の業務や技能を、美容と呼ぶ場合があるが、本校では、 一般人が自ら行う美容も含め、美容行為全般について述べる。20世紀以前には、女性らしい、男性らしい体型といった美の基盤が普通に語られていた。美容のメソッドはどれも修練に近い辛さがあり、美容の実践者は、ミロのビーナスや、ハリウッドスターといった具体的なイメージに近づくために、努力した。個人主義の台頭した現代では、社会は、 個人の体に口出ししないことが普通になり、美容による外見操作は以前ほど難しい問題ではなくなっている。現代の美容は自分自身の体に責任を持ち、他者に対して自分らしさをいかに見せるかという自己の理解の問題が焦点となっている。化粧やボディペインティング、頭部の部分整形といった美容行為は古代から 世界の各地で行われてきたが、現代の美容の概念につながるものは、上流階級の人々や、娼婦や役者など一部の職業人にしか普及しなかった。また、古代の美容行為は、儀式的な動機や、社会的な要請によって行われる場合も多く、必ずしも、個人的な美の気球が動機ともならなかった。古代中国では、色白で艶があり程よい血色を持つ肌と、 眉毛の形の美しさが男女を問わず要望の評価の重点とされた。眉毛の形は木と地の循環の正しさによって形成されると考えられたことから、おしろいによる化粧とともに、美容のための鍼灸治療が行われた。騎士は人伝によれば、古代の日本の人々は上半身を下にや入れ墨で化粧し、頭髪を見らでいう風俗が一般的だったが、 中国の美意識や美容文化が伝播し、おしろいを使った化粧や、引き眉、眉描きといった眉の整形が行われるようになった。古代以来、化粧は男性が中心に行われてきたが、奈良時代に入ると、女性も美容行為の主体となり、メイクの方法も男女で分化するようになった。ヨーロッパでは、ルネサンス期に入り、文芸を通して、 身体美を商用する風潮が発生し、写実的な肖像画が描かれるようになると、女性の身体美への関心が高まるようになった。トマス・アクイーナスが自然な肉体美を賛美して、以来、美容による人工的な美を巨色の罪に触れる欺瞞行為として、退ける風潮があったが、その規範も16世紀末には緩み始め、おしろいによる化粧やミルクを使用した。 スキンケアが普及し始める。17世紀には、化粧をすることへの賛否は依然として存在していたが、化粧品は、メイクの技巧の多様化とともに発達した。ルネサンス期には、女性の身体美への関心は、もっぱら上半身に集中していたが、宗教の影響力の低下とコルセットの流行などに、見られる、モードの変化によって、女性のボディーラインの露出に関する、 社会的制約も徐々に緩くなり、18世紀には女性の身体美を相対として評価することが一般的な態度となった。また、美容の世界に科学の影響が及び始め、入浴による全身のケアや姿勢の強制に関心が及ぶことで、美容は衛生や健康と密接な関係となっていく。市民階級が形成され、市民が社会の中心になるにつれて、 美容は一般庶民にも普及し始める。日本では江戸時代中期に商人文化が流生し、神宜明化粧が一般化した。19世紀のヨーロッパでは容姿は高度として認識され、一般市民も多かれ少なかれ美容との関わりを持つようになった。社会に民主主義的な考え方が浸透した結果、自分の体は自分で決めるという社会意識が形成され、 テクニックを駆使して自分らしさを作り出すことが賛美されるようになった。個性的で活動的なパリジェンヌがまとうフランスのファッションが美の規範例として商用されるのもこの頃からである。19世紀後半にはビューティ産業は工業化によって一大産業となりメディアや広告によって大衆に美容への関心を啓発した。19世紀末に出現し始めた。 百貨店は美容品を消費する女性客で活況を呈した。また、美しいものは健康であると考える健康美という概念に注目が集まり、美容のための体操や室内用の運動器具が流行し、今日にも引き継がれている。20世紀に入ると美容室やエステティックサロンといったビューティケアの専門店が出現し、それに伴って美容師やエステティシャンなど、 それまで存在しなかった職業が現れた。また、それまで主観に頼っていた美容行為の効果を体重計やメジャーによって数値として把握する方法論が出現し、美容は健康問題とより緊密となった。ヘアサロン日本では、利用士が利用を行う施設を、利用所、美容師が美容を行う施設を、美容所と言い、合わせて、利美とも呼ばれる。 これらの業務は刃物を使って髪や髭を剃るとこやが、利用所に女性の髪を言って整える。女髪結いが美容師に発展した経緯があり、それぞれが別の資格を必要とするが、実際の業務はオーバーラップしている部分も多く、養成所のカリキュラムも共通している部分が少なくない。20世紀以前には、男性客は、利用、女性客は、美容と分かれる傾向があったが、 近年その境会は曖昧となっている。美容所の業務は、ヘアメイク以外にも着物の着付けやメイキャップ、ネイルケア、フェイシャルエステ、洗髪、まつ毛エクステンションなど多岐にわたり、それぞれの業務を専門とするサロンもある。また、美容福祉の分野では、化粧を通じて、高齢者や患者の心を癒すメイクセラピーというメソッドも行っている。顔剃りは、 利用士の資格が必要なため、基本的に利用所で行うことになるが、近年は女性客をターゲットにしたシェービングサロンも存在する。美容のための個々のメソッドを美容術と言い,い、エステティックのような全人的なメソッドや、ネイルアートのように体の一部分にフォーカスしたものなど、様々なものが存在する。西根栄一、生活者ニーズから発想する健康美容ビジネス。 宣伝会議2015年、ISBN978 から4から883353309ピアニッシモ、3から4、AB ビガレロ、2012& 第17章。ABCDE 島信子。美容の社会学除雪、美容行為の精査。桃山学院大学社会学論集。 21、151から174、四度1100億470万809、大財源。中国古代、美意識に見える、新旧美容の検討。関西医療大学企業8、1から11、0度1100億987万9146、ビガレロ2012。ピアニッシモ、6569、ビガレロ2012。 ピアニッシ百二122-127、AB ビガレロ、2012& 第11章。原勝、美女と、機械、健康飛びの大衆文化史、川で処方新社2010年、ISBN978 から4から309245072ピアニッシモ、十15から18、ABC 大竹美穂、木村ゆかり、美容師、理容師になるには、なるには、 ブックスペリー感謝2018年 ISBN978 から4から831515063ピアニッシも52から71158から159ありがとうございます